こんにちは。リーダーへのインタビューサイト、インスパイアのオグスケンジです。はい。今回はですね、世界初の発見をする方法というねお話をさせていただきます。はい。世界で初めてですね、ドーパミン遺伝子を発見した 分子生物学者であり精神科医のですね糸川正成先生にお話を伺っていきます。はい。で、このお話というかね、講座ができたのはですね、先生のお話を伺っていく中でですね、どうしたらですね、そんな世界初の発見ができるのか、そしてですね、まあ、これ人類でですね、その時ですね、その知識をですね、持っている人はですね、糸川博士たった一人なわけですね。 これは一体ねどういう高揚感なのかっていうね、はい、多分ねあのエベレストを初めてですね登った人みたいなねそんなイメージなんですけど、はい、でお話を伺っていく中でですね。 どうしたらです、ね、世界初の発見をできるのか、そういったです、ね、マインドとです、ね、メンタリティをです、ね、学ぶことができます。はい、でどうしたらです、ね、そんなことができるのか、できたのかということもです、ね、よくわかります。そしてです、ね、話がです、ね、さらに発展していってです、ね、科学者から見たです、ね、見える世界、そして見えない世界のことのお話まで,です、ね、最後の方に、ね、たどり着きます。でこのお話です、ね、まあ、糸川先生がです、ね、ほ,ほぼ前編です、ね、お話ししていて、 いただいていて、僕がインタビューさせていただいているんですけど、まあそういったですね糸川先生の頭の中がですね、よくですね覗けるんじゃないかなと思います。はい、それなんでですね、まあこの講座い えー、受けていただくとその世界唯一のです、ね、発見をした人にです、ね、あのインスパイアされます,んでです、ねあので、ー、そういったメンタリティとマイノリティがですが、ね、この講座を受けていただくとです、ね、身につけられますので,です、ね、ぜひ、ね、あの最後まで,です、ね、お話の方を、ね、聞いていただけたら良いかなと思います。